大竹新思考有録毎週金曜日は経済学者の金子雅さんです。どうもこんにちはえね、うん、今日はね、うん、なんてひどい国になってきたんだろうっていうのを、うん、最近すごく実感していて、うん、その原因をきちんとメディアが追及してないので。うん でなん何に突き当たるのかというと、ジャブジャブの金融緩和のアベノミックスの下で、官僚の天下りが完全復活したんですよ。いや,いやそこはあんまり知らなかったけど、そう、うん、経産省や防衛省や、うんうん、あるいは財務省、いろんな主要な官庁が。うんうんはい もう全部そ<れ>関係なところにはあれじゃないのすごいやっぱりお金がこれから先のことを考えたら利権をがっちり固めるためにないのだからそうなっちゃうから、うん、プーチン型の彼らはオルガルヒなんですよ。うんうん 要するに例えば、うん、いろんなとこを天下りして重役にどんどん天下っていくわけですよ。うん、でそこで政府と結びついて、うん、ひどいことを山ほどやってるんですよ。でこれをちょっと、はいうん。実態を教えてください。いやちょっとやろうと思う思んですね今ほらアメリカの消費者物価上昇率が7.7で予想よりあの物価上昇率が鈍ったから、はい、ちょっと。 もうそういうなんか安心してるんだけどこれは高止まりなんで日米金利差がこれからまたあの4%以上あの開いていくのでまあ構図としてはほとんど変わらないんですよこれからねから要するにこれはずっと前言ってるようにスタグレーションなんで不況がくれ不況と物価上昇でこう行ったり来たりしてるわけですからその状況の中で。 何が問題かっていうと政府の物価対策がなんでグズグズなのかって、うん、そこの中を深く、うん、深くね、うんうん、あの見つめていくと、うん、とんでもない国になってきてるってことがよく見えてくるんですね、うん、それは今日やりたいんです、うん、は物価対策がとんでもないことになって何でしょ うん、どうしてかって、私たちに興味ないからでしょそうっていうかね、メディアがちゃんと通及してないから、うん、2015年から16年ぐらいを境にして、はいうん、安倍政権がこうアベノミクスをやってる最中に、うんうん、民主党政権下で天下りはほぼ禁止されてきたわけですよ。うんはい、でそれが ほとんんんんどどど復活していったんです、うん、そのこと誰も追及してないんで没頭、うん、してるんですけどはい、はい、例えば経産省が電力会社とか電力関連会社、うん、石油会関連あ、うん、石油連盟も入ってるかあちょっとあの、うん、業界団体ね、うん、なんかにもどんどん あの甘くなってるし防衛省は三菱重工だとか石川島播磨とかいわゆるアメリカの武器のライセンス生産してるような防衛産業にどんどん甘くなってるしそれから財務省はまあ最近はあのあれですよね国際協力銀行 j ビ i c とかも含めてあの政府の金融機関系の政府系金融機関のトップをどんどん占めてるんですよ。 日銀がどんどん貸付金というか貸し出し金を出してそれでこのオルガルヒっていうかねこういう天下りやってる業界の大企業にバカバカ金流してるっていうのはねあんまりきちんと追求されてないんだわ。で僕らは当たり前だと思ったんだけどなかなかね普通の人は分かりにくいですよねちゃんと見ないと。 昔、民主党政権の時に、なんか甘くなり禁止したり、いろいろ規制があるんじゃないかとまだ思い込んでる人が多い全く悪魔の民主党政権なんて言ってる安倍さんは、結果的には悪魔の官僚、うん、忖度官僚を、どん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 、たちが悪いっていうかね、質の悪い官僚をどん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 甘くなって、官僚性をぼっこしてる。 ううこれはひどいでそれは一番典型的なのは、まあうん、公文書の改ざんをしながら、うん、内閣人事局で人事権を握って、うん、忖度管理官僚を横行させるわけでしょ。うんうん、でその中で 今本当に質の悪いやつがトップを占めてるんですよ。うん、見たら分かるじゃないですか、うん、神田財務官とか為替介入してるやつは、うん、科学技術予算をこうずっと削ったりとか、うん、そんなことばっかりやってる、うん、その目先の利益で動いてる、うん、では官僚や NHK の優秀な若手はどんどん辞めてる。うんはあ だこれがつまり悪いけどた、うん、ちの悪いやつがどんどんトップをめちゃうとやることが本当にでたらめになってる、うん、で経産省の電力関係の天下りで何が起きてるかっていったら、うん、あれじゃないですか40年だったものがしかもルールがでたらめにしてるのなぜかっていうと、うん、例えば 普通レフェリーである原子力規制庁っていうのは民主党政権であの原発事故の時にこれは経産省と癒着しちゃだめだから環境省のもとに置きましょうになったわけですよ。うん、ところが今トップはついに経産省出身者になっちゃった、うん、そうか、うん、そうそうレフェリーとプレイヤーが完全に一体化してこんな八やお試合じゃないですか、ね、それってもうただ金配ってるだけじゃん。原子力規制委員長がまた これ悪いけどかなりたちが悪いやつを原子力村を据えちゃってるからお互いにもうやらせゲームで60年延長当たり前のみたいなルールをこう作ろうとしてる、うん、メディアが騒がないと確かに変だねで再エネや新電力潰しを全く放置してるのが彼らで、うんうん、結局自分エネルギー転換を妨害しながらね、うん 自分の利益になるような地域独占してウハウハの電力会社が潤うような政策ばっかりやってるわけですで新電力潰しや再生エネルギー潰しをやってるわけですそれで3年連続化石賞を獲得してそうでおまけにそこに電力電気代を補助金を出しましょうみたいな話になっちゃってるわけでしょ石油もひどいじゃないですか 石油も、まあ自民党の献金、五千石油連盟の、ね、献金は問題になってますけど、うん、石油のこう値段が下がってるときは、うんあの、なんていうんですか、買ってる石油の在庫の評価層が出てるわけですよね、それ、もう消費者に乗っけてるわけですよ。うん、ところが、今、上がってると、うん、その経産省は、評価益は全然手をつけないで補助金出してる、うんうんうん だからいいくくらでも儲けけてててださいっっっ話にななちゃってるわけなんか難しいさっきの斎藤浩平さんの話じゃないけど、うん、仕組みを変えるっていうのは難しいのかねやっぱりそういやいやちゃんとこの不正な、うん、もうどす黒い自己利益を追求してる公僕という公共の利益を守らなきゃいけない人たちがそれを忘れちゃってることに対して。 怒りは忘れちゃってるわけですよなぜかって事実をきちんと報道しないからそう,いうそうだよねやっぱりそこにひびを入れてくのはメディアだと思うんだよいやだってさ海外のニュースではバイデンが石油のねあの会社をきちんと課税しようじゃないかって言ってるとかねドイツがそういうエネルギー会社に超過利潤課税をかけようぜって言ってるの、うんはい、日本だけその評価益をあの消費者に還元しないで。 それをも補助金でどん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 儲けさせてるっていう、こんな異常なことがなぜ起きてるのかって言ったら、業界団体と癒着してるからですよ、完全に。今、石油会社が儲かってんだよねボロボロに儲かってます、これが分かんないんだよね。そこに補助金出してるんですよ、これはだって。もう異常ですよ、逆ですよ、<え>超過臨時課税をやり、大体、うん、いいガソリンスタンドがだんだん減ってきたじゃないですか。はい だから石油の独占体制を公正取引委員会が容認しちゃったわけですよ。うんうん、で今三者体制になっちゃってるわけでしょ。はいはい、だ河川状態だから競争なんかないんですよ。うんうん、お互いそれでボロ儲けをしてるわけですよ。証明、うんね、する人にあ少しお金出してるいい。でね、うん、防衛費の2倍っていうのもよく見ると、うん、防衛省の官僚あのが全部。 あれですか、さっき言った防衛産業に甘く下ってるんです。うん、で、アメリカ産の武器って言うんだけど、アメリカ産の武器をできたものをアメリカから輸入してるんじゃないんですよ。ライセンス生産で三菱重工とか。 IHI まあ石川島播磨とかああいうのが組み立てたりして、うん、それでもうけてるからしたわけなんですよ完全なうん、うん、でそこで儲かってるウハウハの話を防衛省が天下ってやってるわけですよ、うん、っていうか今こんなに買っていいのだって今円安だからさいやいやもちろんそうなんだよ、ねうん、買っていいのなんだけどそもそもがなんで買うか2倍も防衛費をの伸ばしてるかっつったら本来フェアな。うん あの防衛省のね官僚であるべきやつがもう実際にあ甘くだってねそれでその先で利益になるような政策をどんどん推進してるっていうのはもうルールが完全に壊れているとしか言いようがないじゃないですか、うん、この間なこの番組で新聞の話でさなんか巡航ミサイルあこれは飛んでくるとで巡航ミサイルってこ個あ二億とかあ三億だとでこれを撃撃する 軽撃ミサイル、うん、軽撃なんとかっていうの軽撃するで検疫、うんはい、するやつは一発40億らしいよ。あそうなんだ。いやいやどういう形でそういうコストになったかどうかわかんないけどそう新聞が毎日新聞だけな書いてたからう、ね、これ随分すごいことになってるなと思って驚いたいやそれはだって追撃するの半導体も含めてすごくレベルの高い精密誘導じゃないとダメだから。 一方で打つ方は割とまあ普通の、うん、半導体で十分だから、うん、そういうことでしょう、うん、いやそれでそれでさしかも最終的に迎撃できるかどうかがでも怪しいってわけだ全部全部はできないと。うん、でもそれはまあそれはだ各省庁が天下りをたくさんやっててでそこがなんかこうその借りがあるから。 あのー、そのなん企業とかそういうのにあの国にもなんか緩くなっちゃうんかこう国の政策だ、うん、緩くなっちゃううちに金くださいみたいなそれぞれはさ自分だけはちょこっとやっちゃったって国はぶっ壊れないだろうと思ってたくさんの人がやっちゃっは 本当に国の原理をぼっ壊してるから、うん、ほんのちょこっとで済まないんですよ。でもっとひどいのは総元締めの財務省が政府、うん、もうほら、古文書を、うん、あのか改ざんしてもう質が悪いじゃないですか、うん、職員殺,、まあ、殺したって言うとちょっと言い過ぎだけど自殺に追い込んじゃったわけでしょ。うん、で今、政府系の金融機関のに甘くなって、うん、日銀の貸し出し金のうち、まあ多分 あのメディアで出てくるのは15兆とかね、そういう数字、20兆とか15兆とかいう数字なんだけど、これがゼロゼロ融資で、担保なしで無利子で、中小企業を貸してると思うじゃないですか、ところが政府系金融機関を通じて、大手企業に緊急融資、じゃかじゃかやってるんですよ、これが天下りなんですよ。一方でほら予備費 で全然国会のチェックがつかないという日経新聞なんかが出てるじゃないですか、12兆のうち9割は使途不明、だからもうポケットマネー化してるわけですよ、財務省の一部が重くなって、でそこへ入ってきてるのが、さっき言ったガソリン補助金とかね、電気の補助金とか、コロナで使わなかった、いわゆるたくさんの予算が残ったやつをどんどんそこへまたぶち込んでいる。 でこんな状態で日銀は国債を買って、うんえー、なんだ、536兆から、うんえー、50兆ぐらい増やしてるわけでしょ、うん、2019年から、うんで。これはひどい、なんかね、金融緩和して、みんな貧乏な人を救うとか言ってる人いるんだけど、もうほとんどね、ボケてる、現実全く知らない、うん、要するに、金融緩和で起きてることは、官僚甘天下りして、うんうん、その周辺が。 プーチン型のオルガルヒになって利益をむあの貪るようにしてお金をぐるぐる回してる、うんうん、そういう仕組みを作っちゃったってことなんですよメディアが今じゃあやんなくちゃいけないことって言ったら、あのー、どの省庁の天下りがどれだけ増えてるかとそれでどういう政策に影響を与えてるかということを今メディアはちゃんと追及しなくちゃいけないっていうのが一つ<う>あとも俺もう一つさなんかあのー、あれじゃない あの母屋はお買い食ってるのにっていう特別会計があるじゃない、あれもなんか近頃、だから特別会計の行方もね、各省庁に入っ,おっしゃる通りこれがなんか全然見えてこないじゃない外貨準備を今、介入してぼろ損しながら、もうずっとファンドボケさせてるじゃないですか、売った金がどこいったか全然チェックがないですね。うん だからあの、経済対策がどんどん膨らんでる中に入り込んでる可能性は十分にあると僕は思いますけど、うんうん、各省庁の特,会が特別会議がどうなってるかの、ちゃんと俺、伝えてほしいなと思ってんだけど、ね、いや、だけども、もう山際さんとか、萩生田さんの名前出てきてで、お互いにそれが役職をなんかやって、うん、交換して、うんで、岸田さんが、うん、その統一教会の救済を、うんうん 萩生田さんに支持したとかいうもう,もう本当にレギ <laughs> あのプレイヤーとレベリーが完全に誰が犯人で誰が警察なんだか分からなくなるような政治も壊れて、うん、その官僚も壊れて、うん、国全体が本当に収拾つかなくなってきてるるていうことを、うん、ちゃんとメディアがチェックしないと、うん、とんでもない事態になってくると僕は思いますけど。 うん、やっぱりメディアはちゃんと大事だね。うん、大事ですよ。<や>本当に、うん、ありがとうございました。金子勝さんでした。大竹紳士交遊録、来週月曜日は頑張れルーヤの登場です。お知らせの後は交通情報です。